福岡銀行、株式会社福岡銀行、福岡銀行、A 称、ザ・バンク・オブ・福岡、LTD は、福岡県福岡市中央区に本店を置く、地方銀行、通称、福銀、福銀、金融持ち株、会社福岡フィナンシャルグループの完全子会社である。県内に4つある、地方銀行の中で唯一、国立銀行をルーツとする銀行である。 第十七国立銀行として創業し、戦時統制により、福岡県内の銀行を統合する形で設立。発足当時は、地銀最大手であった。その後、県の基幹産業であった、炭鉱産業の衰退とともに一時停滞を、余儀なくされたが、不良債権比率の低さと財務基盤の強固さにより、後日の福岡フィナンシャルグループを設立するなど、現在でも、 全国屈指の有力地銀である。福岡県、福岡市、及び北九州市のなどの指定金融機関を受託する。福岡県内、福岡市内53が、店、北九州市内26が、店をはじめ、九州全県に店舗を展開しており、特に、熊本市と鹿児島市にはそれぞれ営業部を設けている。また本州には、山口県、下関、宇部、 広島市、大阪市、名古屋市、東京都に店舗を開設している。2006年、平成18年10月13日、長崎県に本拠を置く、九州神話ホールディングスと業務、資本提携を結び、神話銀行の不良再建処理と経営の健全化を支援している。また、翌年4月2日には、熊本県に本拠を置く、 第2地方銀行熊本銀行と共に福岡フィナンシャルグループを設立。その参加に入った。現在の福岡銀行本店は建築家の黒川希少により設計されたものである。外観上の最大の特徴ともなっている直方体の一部を切り取ることで生まれた大きなピロティは公共空間として利用されることを意図したものであり、竣工した1975年。 昭和50年当時は、画期的な試みであった。ただし、ピロティは二方に向かって大きく開口しているにも、かかわらず、そのうち一方は、強調な道路に面していることから、建築計画が、敷地に成功していないとの指摘もある。また、ケビン・ローチ設計のフォード財団ビルトの類似性も、かねてから指摘されている。2008年、平成20年6月16日。 中央区大手門に建設された新本部ビル、福岡フィナンシャルグループ大手門ビルに本部機能が移され、本店は営業部のみの機能を持つ建物となった。本部部署移転後、老朽化した各階の補修工事が順次行われ、翌年10月19日にリニューアルをオープンした。新しい本店営業部は、1階に外貨両替窓口、個人顧客専用預金窓口、 個人顧客専用資産運用相談窓口を配置した個人顧客専用の本店コンサルティングフロアを設置するとともに2階には福岡ローンセンター個人顧客専用振込税金のオフ窓口法人専用窓口を設置した2フロア構成としたまた1階ロビーには入り口に総合受付を設置するとともにフロアマネージャー帯 フロアアテンダントの常駐、休日営業の開始、毎週土曜日、予約制による個人のローン、資産運用相談のみ、公開空地であるピロティには1階ロビー側からも利用できるカフェショップ、アファディエスの併設、九州所等の新しい取り組みを実施した。従来は2階で営業していた本店コーポレート、営業部、法人融資部門は3階に移設するとともに、4階には、 VIP 専用応接室やセミナールームを新設するなど営業部門のフラッグシップ店舗として生まれ変わった。さらに2階の一部にはグループ会社である福岡証券天神営業部が9階には同証券本部が入居、銀行商品以外に証券取引も提供できる体制を整え幅広く資産運用相談ができる金融のワンストップサービス拠点となった。 設備面では、新築当時、黒川希章がデザインした黄金色を基調とした内装重機を一新し、茶屋黒を多用した落ち着いた雰囲気に改装。1階ロビー壁面には55型大型ディスプレイを3台取り付け、高さ7メートルを超える、天井照明はすべて省エネ、環境に配慮した LED 照明を採用、2階フロアに直接アクセスできる、両1階フロア中央に、 大型エスレータを新設。また、階段部分には、車椅子昇降機を新設するとともに、音声案内腐食地図の設置など、バリアフリー対応も強化している。本店の地下には、福岡フィナンシャルグループ文化芸術財団が、管理運営を行う775席の FFG ホール、旧福銀本店大ホールが設置されており、室内楽やピアノ、 小編成のオーケストラの演奏が行われている。ここでは同校吹奏楽団の演奏会が開催されるほか、福岡市の九州交響楽団、九教が、モーツァルトの全交響曲と競争曲を演奏するモーツァルトをあなたに、と題した演奏会を9年間かけて1991年、平成3年まで開催した。この演奏会シリーズへの評価は高く、続、 モーツァルトをあなたに、と題した演奏会を2009年、成21年により開催している。開設以来、急遽の演奏会が多く行われており、急遽を育てたホールとも言える存在である。福岡フィナンシャルグループの設立記念式典は、2007年、平成19年4月1日に、この大ホールで行われた。福岡市に本店を置く、福岡銀行は、 福岡都市圏を主体とした経営となっていたこともあり、北九州地域では西日本シティ銀行が最大のシェアを持ち、また山口フィナンシャルグループの影響も強まっていた。山口フィナンシャルグループが北九州銀行の設立構想を発表すると、その対抗策としての北九州地域への役員上中、北九州本部営業部ビルの建て替え、及び 山口銀行の拠点の一つである山口県宇部市への宇部支店開設を急遽表明した。宇部支店は2010年平成22年12月6日に同じ福岡フィナンシャルグループである神話銀行宇部支店8年平成20年9月22日に小倉支店に統合の建物を利用し開設した。なお、同支店が最初に開設されたのは1953年。 昭和28年9月であり、1998年平成10年2月に下関支店に統合するで一度閉鎖されている。このため、宇部市には福岡フィナンシャルグループとして2年ぶり、福岡銀行としては12年ぶりの再進出となった。福岡銀行は西日本式と異なり、北九州地区への地域還元も積極的に行っており、2012年は、 北九州銀行が主要スポンサーとなったギラバンツ北九州に対し、小、中、高校生のホームゲーム BC 席入場料を肩代わりする夢チケットのスポンサーとなって支援した。同じく地方銀行である広島銀行と共同利用型機関システムを採用している。博多駅前道路陥没事故の発生時には、一時、広島銀行との通信が遮断され、 FG 参加の三銀行で業務停止に陥った自己期参照。法令等の改正でテレビ CM が解禁されてから当初は竹内奏也坂井美希らを起用していた。しかし、その後地元密着の姿勢に転じるとともにタレントの起用を控え新たに制定したマスコットキャラクター徳田福之助を使った CM に切り替えた。近年は 旧福岡大英ホークス時代から、ジョージ・マッケンジ保守起用していた。2006年、平成18年は、ジョージ・マ選手の大リーグ遺跡により、権利禁止払いの問題もあって、野球選手姿ではない形で出演。ジョージ・マ選手自身の発言から生まれた、ジョージ・マケンジーという異名から始まる、歌い出しで、住宅ローン、インターネットバンキングサービス。 独自発行のクレジットカードとおつきたきキャッシュカードをそれぞれ宣伝していた。翌年も引き続き城島健二を起用。野球のユニフォーム姿での出演が復活したものの、やはり権利関係の問題から無地のユニフォームによる出演である。また、城島を使わない広告活動では経営統合をしたこともあり、徳田福之助は姿を消した。2009年。 平成21年からは出演者を一新。バリアフリー化の取り組みなどを全面に押し出し、従来と異なるスタイルとなっている。また、城島選手が2010年、平成22年より、日本球界への復帰に際して、阪神タイガースを選んだため、住宅ローン、インターネットバンキングサービス、独自発行のクレジットカード等を付けた機能、キャッシュカードで同選手を使っていた。 宣伝広告は打ち切られた。2010年、平成22年12月よりあれこれカードににもか、カード機能を搭載した多機能カード、あれこれにもかを発行したのを機に、地元タレントモデルである内村あ美を起用した。2012年、平成24年からは、ホークスの内川聖一を起用。2013年、 平成25年現在、ローンの CM には、どの字をモチーフにした、ハローンくんをキャラクターに起用。同キャラクターは、熊本銀行及び、神話銀行でも用いられている。2016年10月からは、福岡フィナンシャルグループ全体及び各サービスの CM のイメージキャラクターとして、福岡出身の俳優、瀬戸康氏を起用している。なお、2019年にリニューアルする。 マイレージサービス、マイバンクに関しては、同じく、福岡出身の女優、吉瀬美智子を起用している。福岡ドーム、2005年からは、ヤフードーム、2013年からは、ヤフオクドームの、ライトスタンドポール際に広告を出しており、企業名の右側に描かれた白い台に囲まれた、ラッコ、名前は、徳田福の、徳田福之助のイラストに打球を、 ダイレクトで当てた打者には福岡銀行から賞金100万円が贈呈される。当初はラッコのグラブに当てたら100万円だったが、全く当たらないためラッコ全体、さらにラッコを囲むエント範囲を広げていった。その後、キャッチボールをする親子を経て、2015年現在のイラストはグラブを持ったユーモになっている、賞金100万円は変われないユーモは、 福岡フィナンシャルグループの異名キャラクター。これまで賞金を獲得したのは、2004年、平成16年8月1日の北海道、日本ハームファイターズ戦で大に当てた、柴原博福岡大英ホークス、2006年、平成18年3月26日の辻都市や、千葉ロマリーンズ、翌年5月26日の広島東洋カップ戦の、田部秀則、 福岡ソフトバンクホークス2013年平成25年6月16日のジョンボーカー読売ジャイアンツの4名だけである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。